ハニューの魔法、ギフトが描く、フィギュア、スケートの舞台裏、フィギュアスケートの世界には、驚きと感動が常に詰まっています。そんな中、12月26日の東半週間ベストセラーで初登場した、ギフトは、ハニューの心の中にある特別なストーリーを描いた絵本として注目を集めています。文章を手掛けたのは、なんとハニュー自ら。そして、その魅力を一層引き立てるのが、 創作集団クランプによる微礼なイラストです。ギフトは、2023年2月に東京ドームで行われた公演の絵本版で、羽生譲が織りなす反省と未来への思いが凝縮されています。この作品を通して、私たちは羽生譲がスケートとの向き合い方、苦しみや夢への追求に対する視点を知ることができます。彼はスペシャルインタビューで語っています。自分だけの視点じゃなくて、いろんな視点から見えるように、 皆さんの中にも刺さってくれたらいいなって思ってこの文章を綴っていきましたと。ギフトは単なる絵本を超えてまるで魔法のようなストーリーテリングが読者を引き込んでいます。羽生譲るの言葉が表情の美しさだけでなく人生の深い部分に触れていることに気づくことでしょう。これは単なるランキング上の一冊ではありません。ギフトはフィギュアスケート愛好者や羽生譲るのファンにとってまさに感動の贈り物です。 公演を見た方もそうでない方も、この絵本でしか味わえない独特の感動が広がっています。さらに、彼の視点から見るスケートとは何か、苦悩や成長、そして夢への情熱。これらが、ギフトを通じて織りなすストーリーは、まさにフィギュアスケート愛好者にとっての手法となることでしょう。ギフトが物語るのは、スケートリンクの向こうに広がる羽生譲るの世界。表情で繰り広げられる彼の縁には、 もはやスポーツの域を超えてアートの一瞬。その舞台裏に光る言葉の数々が、ファンの心を魅了しています。さあ、ギフトを手に取り、羽生譲るというアーティストの心に触れてみませんかスケートがもたらす感動とともに、彼の独自の視点から見た人生の美しさに出会えることでしょう。羽生譲るの魔法に包まれた一冊、ぜひお楽しみください。羽生譲るの魔法、ギフトが描く、フィギュアスケートの舞台裏。 フィギュアスケート愛好者にとって、羽生結弦はまさに表情の詩人とも言える存在です。その魅力的な演技や独自の表現力は、何度見ても心に残り、彼の才能に圧倒されることでしょう。そんな彼が手掛けた絵本、ギフトは、単なるエンターテインメントに留まらず、ファンに贈る感動の物語となっています。公演、ギフトの絵本版として登場したこの作品は、 羽生結弦るの反省とこれからの人生に対する思いが綴られています。東京ドームでの公演の舞台裏や、スケートと向き合う中で感じた苦悩、夢への情熱、これらが文字とイラストという異なるメディアを通じて織りなされ、読者に感動を届けています。さて、なぜ、ギフトが注目を浴び、ベストセラーランキングで4位に輝いたのでしょうか。その魅力を探るべく、絵本の中で繰り広げられる羽生結弦るの魔法に迫ります。 まず、特筆すべきは、羽乳譲る自らが文章を手掛けたことです。講演の裏側や自身の成長に対する素直で深い思いが、文字によって鮮やかに描かれています。スペシャルインタビューでは、自分だけの視点じゃなくて、いろんな視点から見えるように、皆さんの中にも刺さってくれたらいいなって思って、この文章を綴っていきましたと、彼の真摯な姿勢が伺えます。この自身の言葉が、読者にとってはまさに贈り物となっています。 スケートリンクで見せる美しい演技の裏にある苦悩や成長の過程。これらがギフトを通じて感じられることは、まるで楽しンに触れるような体験となるでしょう。一方で、絵本のイラストを手掛けたのは創作集団クランプ。彼らの繊細で美しいタッチが、羽生譲の言葉を一層引き立てています。表情で繰り広げられる繊細な動きや、情熱が伝わってくるようなイラストは、 読者にとってまさに視覚的な共演となっています。ギフトが描くのは、単なるスケートの技術ではなく、アーティストとしての羽生ゆずの心の奥深さです。彼がスケートに込める情熱や夢への追求は、多くの人々に感動を与え、新たな夢へと導いています。そして、この絵本が注目される要因の一つとして、羽生ゆずが挑戦したテーマが挙げられます。ギフトでは、自身の反省を素材にし、 これからの未来へと続くストーリーを紡ぎ出しています。これはまさにフィギュアスケートの枠を超えて、人生そのものの美しさを追求した表現と言えるでしょう。この絵本を手にした読者たちは、表情で輝く羽生譲弦の姿勢や、その奥に広がる深い思いに触れ、彼の人間性に共感することでしょう。ギフトは決して単なるエンターテインメントに止まらず、芸術と人生の交差点に立つ羽生譲弦の姿勢を伝えるものとなっています。 さらに、この絵本はフィギュアスケート愛好者にとってだけでなく、スポーツやアートに対する新たな視点を求める読者にも訴えかけるものとなっています。ギフトは、単なる娯楽ではなく、人生の哲学や夢への追求に対する洞察を提供してくれるのです。最後に、この絵本が羽生結弦のファンにとってなぜ特別なのか、その理由が明確です。表情のプリンスが紡ぐ言葉と、 クランプが描く美しいイラストが組み合わさり、ギフトはファンにとってまさに幻想的な世界を作り出しています。ギフトを手に取ることは、羽生結弦の魔法に包まれることとも言えるでしょう。彼の視点から見たフィギュアスケートとは何か、そして人生とは何か。その答えがこの一冊に詰まっています。フィギュアスケートの舞台裏に光る魔法を感じ、表情のアーティストが綴る感動の物語に浸ってみてください。ギフトは、 きっとあなたに新たな視点と感動をもたらしてくれることでしょう。ギフトは、羽生結弦の魔法が織りなす魅惑の一冊です。彼の言葉とクランプのイラストが組み合わさり、表情の美と人生の深みが交錯するこの絵本は、フィギュアスケートの愛好者にとってだけでなく、アートと哲学に興味を持つ読者にも強く訴えます。羽生結弦の独自の視点から見たスケートとは、単なるスポーツを超えて芸術の一瞬となり、 その美しさが文字とイラストを通じて読者の心に刻まれます。ギフトは単なるエンターテインメントに留めらず、人生の哲学や夢への情熱に対する新たな洞察を提供します。彼のファンにとっては、表情のアーティストが紡ぐ言葉と笑顔が手元に届くことで、彼の魅力に一層引き込まれることでしょう。そして、絵本を通して彼の視点から見た表情の世界に触れることで、 読者は新たな感動と洞察を得ることができます。そうじて、ギフトはアニューゆずの魔法に包まれたまさに贈り物。彼の心の奥深さや芸術的な表現が、文字とイラストを通じて読者に届き、表情の瞬間を感じさせます。これはフィギュアスケートだけでなく、人生の美しさと哲学を求める者たちにとっても、心に残る一冊となることでしょう。最後までお付き合いいただき、 誠にありがとうございました。ギフトに込められた羽生結弦の魔法が皆さんの心に響いたことを願っています。この感動を共有し、より多くの人に届けるために、ぜひ、いいねを押し、記事を共有してください。そして、チャンネルを購読いただければ幸いです。これからも素晴らしいコンテンツをお届けできるよう、皆様のサポートを心より感謝しています。どうもありがとうございました。しています。